2018年コミュニティジャミールはその使命、コミュニティ自らの変革支援で新たな高みを極めました。主力の雇用創出イニシアチブではバブリズクジャミールリクルートメントがサウジアラビアで男女合計1万6000人以上の雇用を支援。その結果2003年以降国内での雇用人数が30万人を超えました。バブリズクジャミールマイクロファイナンスはサウジアラビアの5500人以上に女性向けグループファイナンス、在宅ビジネス、小規模企業オーナー向けの融資を行い、2003年以降29万人以上が合計22億サウジリアルの融資を受けています。バブリズクジャミールエジプトは3万8000人以上の雇用を創出。バブリズクジャミールモロッコは316のプロジェクトを支援し、共にモロッコでファイナンシャル部門の賞を受賞しました。またナフィサシャムスカンパニーは職業訓練と製造プログラムを通じて特別支援が必要な人々を含め1700人を超える女性たちを支援しました。芸術分野では7月にアートジャミールがビクトリア&アルバート博物館で第5回ジャミール賞を受賞。11月にはドバイ市内では初の現代美術学校ジャミールアートセンターを開設。2020年にジェッダでオープン予定のハイクリエイティブハブは複数の賞を受賞しました。グローバル開発プログラムではマサチューセッツ工科大学 MIT とのアブドゥルラティフジャミール貧困アクションラボが国内外で900件を超える開発介入評価、主要なスケールアップ活動、そして最先端の政策アドバイスにより活動開始以来4億人以上の生活を改善しています。MIT アブドゥルラティフジャミール世界水食料安全保障ラボは水と食料の安全確保の研究とイノベーションの商品化のために4回目の開業助成金を交付しソリューションプロジェクトを開始しました。教育面では MIT アブドゥルラティフジャミール世界教育ラボとセーブ・ザ・チルドレンがシリア難民やヨルダンの子どもたちのトラウマ対処と効果的学習支援のため教師への共感性トレーニングのプログラムをヨルダンで発表しました。 MIT 企業フォーラムの企業アイデアコンテストではサウジアラビア、エジプト、チュニジアのチームが入賞。 MIT の学部新入生がジャミール・トヨタ小学生の仲間に加わりました。医療と社会福祉の分野では疾病の予防、発見、治療に革命を起こすべく MIT とともにアブドゥルラティフジャミール機械学習ヘルスクリニックを9月に創設しています。ジェッダのアブドゥルラティフジャミール病院は7000人を超える患者の身体的リハビリテーションを支援しました。そして労働省や社会省と共同で孤児を支援するため新たなタンウィアプログラムを発表。今回はインドネシアとアラブ首長国連邦で行われました。2019年も私たちは世界をより良い場所にするための努力を続けます。